8月6日ミッションビエホカントリークラブでの長谷川茂俊のストロークプレーをお送りします。今回は笑顔でプレーするということについて話していきたいと思います。この日は10番ホールからのスタートで、ゴールドティーから回っています。10番ホールは382ヤードのパー4ですね。ドライバーでティーショットしています。300ヤード近いドライバーショットで、残り2打目は98ヤードをギャップウェッジで打っています。ちょっと大きかったですね。これが3打目。ちょっとこのところ、寄せとパターを中心に練習してますので、ここはどうしてもスクランブル入れたいところなんですけども、残念ながらボギースタートとなりましたね。まあ、こういう時でもですね、今日のテーマである笑顔で次のホールまで向かうと、まあ、怒りながらプレーするより笑顔でプレーする方が間違いなく結果は良くなりますので、極力笑顔でプレーしたいと思ってます。11番ホールは390ヤードパー4、3ウッドでドローを打ちました。セカンドはもう95ヤードギャップウェッジで打ってます。ちょっとこれも大きかったですね。ギャップエッジで110に飛んでしまいましたね。さあ、そしてこれはエッジからの、バーディーパットですね。どうでしょうか。ちょっとエッジで食われて右に出ましたね。惜しかったですけども、残念ながらここはパーで、終わりそうですね。ナイスパーです。まあ、思い通りにいかなかった時も、笑顔で次のホールに向かうと、そういうことですね。12番ホールは405ヤードのパー4です。これもビッグドライブでした。300ヤードを超えるショットで、2打目は96ヤードギャップウェッジです。ちょっと技術的なことは、ラウンド中は考えないんですけれども、この日はですね、グリップともう一度スタンスを確認しながらラウンドしています。これはナイスバーディーですね。12番を終えて、3ホールを終えてトータルでイーブンとしました。バーディーが決まったホールはもちろん笑顔で次のホールに向かいます。13番ホールパー3ですね。いつもここは引っ掛けますので、それも含めてちょっとストロングリップを少しだけウィークにしています。なのでストレートボールが出て、いいところに乗せましたね。さて、これはバーディーパットですね。結構長いパットですけれども、パターは以前と全く同じ、グリップはちょっと緩めに、打っています。いい距離感でしたね。これはナイスパーです。私はちょっとグリップを強く握りますと、引っ張る内側に引っ張ってしまう癖があるので、それをなくすためにもグリップは極力緩く握るようにしています。14番ホールは519ヤードパー5ですね。これは、かなり飛びました。これもドローを打って300ヤード近い、ドライバーショットですね。これは3打目です。2打目は2番アイアンでちょっとミスりまして、ここにつけてますけども、ショートゲームに最近集中しています。ナイス。ほとんど決まりそうなショットでしたね。イーグルは決まりませんでしたけども、楽々バーディーですね。日本あるいはアメリカでのですね、シニアツアーの旧スクールに向けて、今は極力ショートゲームを磨こうと思って頑張っています。それがうまくいきましたね。ナイスバーディーで13番を終えて1アンダーですね。15番ホール374ヤードのパー4ですね。2番アイアンでティーショットです。まあ、ストレートボール打つつもりだったんですけど、ちょっとだけドローしましたね。そして2打目は、106ヤードをギャップウェッジで打っています。ちょっとショート気味でしょうか。
さあバーディーパットです。これはいつも言うことなんですけど、ここからは非常に読みにくいパットですけども、そうですね、思いのほかやはり曲がりましたね。残念ながらバーディーは決まりませんでしたけれども、終わった後も次のホール行くまでは笑顔で、まあ映ってないんですけども、この日はそういうふうに心がけて、極力怒った顔を見せないようにラウンドしています。16番ホールは195ヤードのパー3ですね。これは4番アイアンで打ってましたけども、ちょっと左に引っ掛けてました。しかしこれもナイスチップですね。そしてパーセーブのパターです。このところショートゲーム集中してますから、ここはなんとか入れたいところ。ナイスパーですね。16番を終えてトータル1アンダー、今少し見えたと思いますけども、ガッツポーズ、いい時は大げさに喜んで、悪い時はすぐに忘れると、そういう感じですね。17番ホールは486ヤードのパー5です。これもドローを打ってるんですけども、あまりストロングリップにしてないので、曲がりが調整しやすいですね。これは2打目です。これはちょっと引っ掛け気味でしたけども、引っ掛け具合も少ないです。さあ3打目のバンカーショットどうでしょうか。うまく打てたんですけど、ちょっとスピンがかかりすぎてましたね。もう少しバンカーは練習が必要かもしれないですね。スピンをかけてやっぱり距離感を測るのがやっぱり難しいので、練習量は必要でしょうね。さあそしてこれはバーディーパットです。うまく打ちましたけど、下りでしたのでちょっとショートしましたね。しかしナイスパーです。17番終えて1アンダーですね。8ホール終えて1アンダーです。うまくいっていますね。さあそして18番ホールは420ヤードのパー4です。これもドロー気味に打ってナイスドライバーですね。2打目は123ヤードをピッチングウェッジで打っています。これもちょっとドロー気味なんですけども、あまり曲げすぎない、いいドローが打てるようになってます。これはグリップのおかげだと思いますね。さあこれはバーディーパットですけども、読み切れずパーですね。ということで今回は9ホールだけ、見せましたけれども、全体的にですね、やはり、できること、グリップの握り方だとかですね、スタンスですね、こういうものは技術的なことじゃなしに、ラウンド前あるいはラウンド中も打つ前に確認できることなので、こういうことはきっちりやっていきたいですね。そしてラウンド中はターゲットに集中して技術的なことは考えないと、そういうふうにして最近はラウンドしています。以上です。